よどんよどんよどんぷよ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 みたいぷよぷよ。井戸は2つしか見つけてない。まだ3つ見つけるとね呪われるらしいんだけど、今2つしか見つけてない。井戸でそれぞれ各井戸でバケタンしてみよっか。なんか石像あるよ。雨降ってたらさすがに休む？そう大丈夫よ、このぐらいの雨なら大丈夫。滑る、足滑るから気をつけよう。やん、石碑の下が井戸。石碑の下が井戸。後ろにいるの誰ださん。なんすか石碑の下が井戸って。接客接客。いやん、気のせいか、ごめんなさい。なんか隣に気配感じた。気のせいだよね。3つ目、石碑の下。どこの石碑ですか。石碑がありすぎるから分からない。ここ怖い。聖子さん、マサさん、こんばこつ。あ、コメさんかありがとうございます。隣に気配。キラキラ星さん、ハートありがとうございます。前に心霊写真撮れたところ。あ、ここ、あ、そう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 、そうです、そうです。あの地高神社、地高神社でバケタン赤出てさ、心霊写真のようなものも撮れたんですよね、この奥の地高神社で。やんやん、街灯か、びっくりした。ああいう街灯もすごい苦手。あのすっごい振り向いて街灯あるのすごい苦手なんですけど、なんかすっごい苦手、ああいうの。街灯めちゃくちゃ明るいんですよ。井戸を埋めて像を作ったところ、石碑でつけて、こうつけてって。はい、和骨です。470番さん、にゃんさん、ムーさん、地高神社。そうそうそう、あ、ここで雨宿りできるんじゃないですか。最悪、なんか建物ある、ここで。ほら、そう、苦手。和骨469番さん、なんで雨？今梅雨の時期だからさ、仕方ないよ。寝られるね、最悪ね。あの今日用意してなくてさ、あれ、ギガシャキメガシャキ、どうしよう。もしかしたら眠、やばい、途中で寝、いつものみたいに多分今日寝ちゃうかもしれない。配信中どこかどこかでベンチで。そう、ゆうちゃん、あん、どうもこんばんは、ありがとうございます。トイレで寝る。ドンさんこんばんは、リュウさんこんばんは、ピオさんこんばんは。石碑がさ、たくさんありすぎてさ、あんたさ見て見て、これ穴、やん、穴グマ出る。カエルね、カエルカエル。肉作さん、マミさん、便器出るね。リュウさん、島風さん、アジサイの心。あ、ゴミさんかありがとうございます。出た、何出たって。あたし声変わらない、ひいきではない、絶対そんなことないよ。まあ人間だから確かにそういうのあるかもしれないね。よくないよくない。ねえねえねえ、浅漬けつけちゃおう。浅漬けいいしょ、あ、大丈夫、皆さん浅漬けつけちゃって、ちょっと浅漬けしちゃっていい？あのキュウリ揉んでいい？お塩で。ちょっとこう心霊スポット。うーん、気持ち悪い、ここ何？やーん、何これ、銀杏、これ何これ、気持ち悪い、やだ。梅？ちっちゃい梅？いーん、ちっちゃい梅みたい、気持ち悪い、これ、いやーん、あーん、気持ち悪い、やだ。気持ち悪いな、ぷよ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 みたい、あー、やだ、慣れない、ぷよぷよみたい、ぷよ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 、慣れなきゃ来たなくないけど、気持ち悪い。なんかこの何これ、梅、小さい梅、ぷよぷよみたいなの、気持ちはなんか変な感じ、この初めて踏むこの、うーん、この嫌な感じ、この梅、小さい梅みたいなやつ、ぷよぷよ、いや気持ち悪い、なんか嫌な感じ、初めてこの踏む感覚、うん、何これ、梅、それつける、やん、全部なめく、やん、銀なんじゃない、違う、ギギチ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 が、テンション高い、笑ってるようにしか聞こえない、ごめんなさい、ポカリ吐きそうになった、申し訳ありません。ちょっとさ、キュウリ塩もみしちゃっていい？
ちょっと場所ないからさ、ここしかないみたい、あの屋根あるところ。ちょっとさ、この辺りでいっか。ちょっとキュウリ、あ、塩もみしちゃいたいんだよね、キュウリの塩もみ。ん、一つ拾ってみせる。あ、じゃあつけたらお見せします。少々お待ちください。つけちゃうわ。じゃあここで。